よっそ。どうです。ありがとうございます。暑いですが、はい、なんか関東は台風が来てますからね。あ、そうですね。そんな中でですね、今オールスター競輪。そうですね。先週はちょっと閲覧上がったの。あ、そうなんですか。凛太郎効果ですよ。ちょっとドリームレースでちょっと、ちょっとした因縁があったんで、そこだけは。勝ったのが松浦選手でね。でもね、申し訳なそうな顔してるんです。勝ったけど。これなんでかいうと、向こう上面でね、また清水選手、清水選手の後ろが松浦選手だったんですけど、これ広島と山口です、ね、そうそう、ラインなんですけど、清水選手がまだ足がある状態で松浦が打ち切り込んでガー行ってもうたんですよね。清水を差し置いて、ほうほう、もう抜いてもうたんですよ、そこで。清水選手のコメントが意味ありげでね、学習能力がなかった。何のことを言ってるかというと、去年の競輪グランプリも清水がまだ足残ってる状態で松浦が後ろから行ったわけですわ。これバックステージのコメントを聞いたんですけど、古性選手がね、レース見てて松浦早すぎるやろみたいなことを半笑いで言ってたみたいな。怖っ長州の獅子で、なんか長州力みたいな感じでね、長州藤浪みたいな、これちょっと因縁な半端ですよね。因縁なってきましたよね。でもまあ、うん、2人絶対組むんですけどね、これ別れるってことはないと思うんですけど、ちょっと不穏な雰囲気で、結局清水選手2日目にね、余計な車高をして失格にあるというね、帰ってしまいましてね、ちょっとかわいそうなんですよ。なんか不穏試合やったよ、不穏試合なんですよ、うん、めちゃめちゃすごいレースだったんですよね、このレース。北井と新山がやり合って、うん、踏んでもう脇本が行って、で最終的に松浦が切り込んでいたというね、これすごい、まあ、バックステージではそんな話があった。そうそう、なんかね、なかなか因縁があったというところで。ほんでまあ、ガールズの方は、あ、そうそうそう、ガールズオリンピアンがすごかったですね。パリから直行してね、朝パリから帰ってきて、夜勝って、その後3連勝して圧勝圧勝で、佐藤美奈ちゃん、水間ファン、美奈ちゃん、ね、佐藤ですからね、これ。あ、うまい。で2着も太田理由で、あ、太田理由オリンピック、オリンピアン2着ワンツー、オリンピックコンビですよ。あの鶴田やつ以来のオリンピックコンビですね、うん、鶴田やつですね、うん、もう一人、もう一人のオリンピアン、あ、オリンピアンね、太田海也、これ男前ですけど、うん、なオリンピックではなんか不遇な扱いでね。そうなんですよ、決勝進出したと思ったらなんか失格ってなってね。あれもね、多かった疑惑の判定の一つ、疑惑の判定でしたね、うん、これね、篠原リネール以来の。ああ、なるほど、ウドアナウンサーが泣くやつ。そうです、これは疑惑でしたよ。これだって2人残るとこでしたからね、競輪でメダルが取れたかもしれないというね。松浦を、うん、番手にしてね、この人が押し切ってしまうという、松浦を刺させずというね、ものすごい強いレース。強いですよね。いや、男前ですからね。そうなんですよ。もっと注目してあげてください。押していきたいですね、これ、JKA としてはね。G1 クライマックス。あ、G1 クライマックスね。ベスト4が出揃います。悪魔さんが、なんと、なんと開幕4連敗でした。開幕4連敗。からのここまでグレート王冠来たのに、内藤に勝って最後は上がってきたんですけど、そうなんですよ、ねえ、イービルがもうね、そうそう、連勝回答やったイービル、イズコやつ、ね、初日からものすごく勝ってたのに、おかしいな。僕は押した成田レーンもいなくなった。成田レーンもいないですよね。竹下幸之助押したんですけど、辻に負けたんですね。もう結局というメンバーですよね。まあね、春夏連覇、あ、これ辻陽太っぽいんですけど ね、でも県大高崎高校野球負けた、春夏連覇、春夏連覇ないならずと。高木慎吾も可能性もある。アメリカ行くとか言ってるし、ね、ああ言ってますよ、ね、どうなんでしょうね。お父さんのフィンレイはね、なんか、あ、そうですよ、お父さんよかった、フィットフィンレイとかね、なんか良かったですけど、こうなってくると辻のいいよ読めないというか、辻の優勝がもうでしょ。これね、どうせだったら辻と、まあ、同世代で戦うんかなと思ったんですけどね、ザック・セイバーと辻なんでしょうかね。辻を押してるというのよく、辻を押してますね、辻を押してますね。ということで、内藤哲也は4敗したんですよね。4敗で連覇ならずということなんですけど、札幌記念もね、プログノーシスが実は連覇を狙っておるんです。まあ、格が違うんですよね。格違いますよ。連覇を狙った札幌記念、今のところ8連敗中なんです。連覇狙うと8連敗、しかも一昨年はソダシが5着、去年はジャックドールが6着、なかなか G1 馬なんですね。 G1 馬はね、もうここ2年つまずいとるんですよ。連覇間違いなしという人気も背負いながら、しかももちろん一番人気で連覇がね、連覇暗雲、連覇暗雲だから、ちょっとプログノーシスの連覇は危ない。こちらもね、競馬の方もちょっと注目したのが、漫才師の金属バット結婚しました。ああ、結婚しましたね。今高校野球で、ね、低反発バット、あ、そうだ、木製バットでホームラン打ってましたね。あれ木製なんですか。いや、智弁のバッター、うん、あれ木製なんだよ、ね、あ、木製バットだから山田太郎以来らしいですよ。ああ、でしょうね、明君高校山田太郎以来でしょうね、木製バットのホームラン。でも漫才の金属バット、金属バットは結婚というところで、ちょっとモズゴールドバレーをちょっと、なんとね、このモズの
冠名の馬なんですけど、先月21日の小倉の最終小牧太騎手ね、あの園田に移る、ああもう今園田走ってる、あ復帰ね、のモザーカボス、これ12万人気1着100万兆、今度は最終騎乗やからみんな買わへんかったんですかね、うん、楽しみ5000なんもすごい、これ最終騎乗やのにね、うん、みんな記念に100万バーゲンです、買えばよかったね、うん、で翌週はねアイビス SD でねモズメイメイが1着なんだ、ね、うん、で先週もね土曜のメインの、ね、大雪ハネでモズ右肩上がりいう馬9番人気3着で大荒れです、もうここ3週モズヤン、モズヤン、モズヤン大阪の鳥、モズヤン必ず白鵬来たら投げられてましたけど、うん、ということで、ね、モズだ、モズ、今回モズね、ここで3週、仕事してるんです、大阪の鳥、モズですからね、モズですか、私の出身地でもあるんです、個人的に、あ、モズね、モズね、札幌記念は連覇なし、モズに注目、モズでね、次 CBC でしょ、 CBC 去年ゲストが、ね、会場の BKB で、BKB、まあ福島やったかな、ああ同じ、ああ、ね、でも BKB、はい、こっちは CBC、 CBC なんやねんそれ今回のゲストはなんとぺこぱ、ぺこぱ、時を戻そう、時を戻そう、なんと去年ねこのレース我々 1.2 頭推奨して大当たりだったんです、なんかねえらい当たった時がありました、そうなんですよ、それが CBC 賞、生まれ 23,130 生まれ 1点ですよ、23,130 生まれたんならねもう 53,390 生まれたんなら2点ですよ、これでも反響なかったですね、全然なかったですよね、指数1点的中でね、1点的中で同じテレビ局の冠レースで、東海テレビの東海ステークスというのは、ね、年初にあるんです、はいはい、1月この生まれのね、デメ片方がどっちか切れて、去年はズバリ4等4等やった、そうなんですね、4番当番4番当番、なんで勝ってなかったんやろな、もう注目戦は下に行かんでしょ、まあ2度あること3度2度もう俺も3度あったし、ここ3年連続なんで 3度あること4度4度いうかもうね、見逃せんでしょ、で今年の東海 S なんですけど当番14番決まったんで、ああもう自然とこの薬師丸、ああこれ14のレッドヒルシューズで、ああもうこれはもう文句なしでこの1点は買おうとでですね、もういろいろ探しました、今回18頭だけなんですけど、ハンデ戦になってから過去5回あるんです、枠連ちょっと調べてみたら2007年が36ね、で次の18頭だけは2008年で枠連13でこれ3がつながっとるんです、おで2008年の次が2010年で37でこれも同じ3枠が出てて、はい、次2017年が47で、7がかぶってるんです、で次が2018年で4号でこれ4枠が被ってるんです、お前回の18頭立ての枠どっちか来るんです、どっちかが来る、前回2018年で4号が枠なんですよ、あ、ま、だでここまだこれ当番屋久島がね、屋久島ですね、この前ね多道金山が世界遺産、あこっちも世界遺産、屋久島、うん、ということで屋久島これも絶対これ軸に勝って、レッドシューズドゥーガン、ね、ドゥーガンを、ね、買うと、あつ、まあ、間違いないと、もうだからもう屋久島ほぼ軸で、屋久島軸、軸、当日まだゲストこれ、うん、須田あかりちゃんなんです、ああトークショーでらしい、 SKE ですか、 SKE です、ええ、須田あかりのカリでね、カリ、 カリでね、カリボールだから意味しな名前です、カリボール、カリボール、須田あかりボールこの馬前走福島テレビ勝ちと、ああテレビオープンか、隣が あかりですよ、 あかり、あ、ほんまや、あ、左もあかりや、アグリ、アネゴハダに、アネゴハダみたいなもんですよ ねで前走ね、福島テレビオープンかって、でね、この西村厩舎なんですけど、3年前にファストホースで1着、2年前が大成ビジョン2着、去年が三級優雅2着で、全部違うまで連絡絡んでる。おお、CBC 4年連続、これも。連続がある。4年連続がある、うん。というところでね、カリボールもだからちょっと多めに買う。カリボールね。です、屋久島。まあ、屋久島、レッドヒルシューズ、カリボールのボックスとかね、その辺を。これ来たらすごいです、ね。これ、なかなかですよ。我ながら言うてもこれ実績のある、そうなんですよ、このレッドヒルシューズも今連勝中なんで、証券戦とか、いやカリボールもまあそこそこ人気しそうなんで、今回はなかなか馬の名前だけのなんかデータがちょっとぎっしりでした、ね、データ入れちゃいましたね、データがすごいですね、まあそれもこれもあれですよね、時を戻そうで、時を戻そう、去年を振り返ればいろいろぺこぱのおかげですね、ぺこぱ、時を戻しましょう、うん、いや当てた当てたいところですけど、ね、まあ、日曜日は、まあ、これですね、競馬もありまして G1 クライマックスも、そうそうそう、
決勝ということで来週は振り返りを夜はオールスター あ、オールスターです決勝オールスター競輪オールスター決勝古性選手優勝してほしいところです。ああ、古性さん頑張ってますよね、これも強かったですよね、古性さんね、初日ね、というところですね、また来週アディオス。